類の半数を死に至らしめた一年戦争と呼ばれる戦いから10年余り、グリプス戦役、第一次ネオジオン構想。戦いは幾度となく人類を危機に陥れ、数限りない悲劇を生み出していった。だが人類は数々の悲劇を乗り越え、ついに平和を手にするのである。戦火を覆い隠すかのように復興は進み、人々はようやく訪れた平穏の時を謳歌していた。この平和は永遠に続くと思われたが、その陰でスペースノイドとアースノイドの対立は深まっていた。連邦政府による圧政は強まり、コロニー内の反連邦政府運動は活発化。不穏な空気が時代を満たしつつあった。宇宙世紀0090、反連邦活動の活発化という事態を重く見た地球連邦政府は、反地球連邦組織の取り締まりを目的とする外国部隊ロンドベル隊を設立する。司令官には歴戦の指揮官ブライトノアが就任。ニュータイプアムロレイのモビルスーツ部隊の隊長として参戦する。激化する反連邦活動を鎮静化し、戦いの拡大を防ぐため、ロンドベル隊の戦いが始まる。反連邦組織の様子はどうか。我々の接近を察知し、迎撃態勢を整えつつあるのです。対応が早いな。背後に大掛かりな組織があるとみて間違いないだろう。シャーブのネオジオンの噂ですか。考えすぎではないでしょうか。戦争の火種を摘むのが俺たちの仕事さ。いくら考えても考えすぎるということはない。モビルスーツ隊出るぞ。取り調べの結果、スペースクロニー、スイートウォーターは同じ反連邦組織のエグマと接触を図っていたことが分かりました。至急現地へ赴き、実態を調査せよとの指令が出ています。厄介だな。コロニーへ艦を入れるのは反対なんだが。緊急事態です。スイートウォーターに所属不明機の出現がこちらに接近してきます。モビルスーツ隊は所属不明機を迎撃してください。報告します。所属不明モビルスーツの撃退に成功しました。しかし今回の戦闘行動に関してスイートウォーター住民から抗議の声が上がっています。どうやら俺たちは敵の作戦に乗せられたようだ。軍司令部より通信です。回線を回します。一体どういうつもりかね。難民を刺激するようなことをしよって、我々が世論を押さえつけるのにどれだけ苦労しているか知っているだろう。申し訳ありません。隊長である自分のミスです。当然だ。報告書にはそう書いてもらう。まったく、一年戦争の英雄が聞いて呆れる。これ以上君たちがそこに留まると反連邦の世論を抑えきれなくなる。早々にロンデリオンへ帰還したまえ。了解しました。大変です。こちらに接近してくる敵兵を捕らえました。先ほど仕掛けてきた機体と一致します。また来た。やはりネオジオンが関係しているのか。モビルスーツ隊は敵部隊の接近を防いでください。了解。モビルスーツ部隊発進用意。緊急事態が発生しました。モビルスーツ隊は戦闘を中断し直ちに帰還してください。何かあったのか。妙な影を捉えました。艦隊のようです。偵察してきたい。出られるか。はい、くれぐれもお気をつけて。シャア、やはり生きていたのか。ふん、かまうごとき女にこの命くれてやるわけにはいかんのでな。よく言う。神指団の将来を狂わせたのを知らないわけがあるまい。無論だ。しかしいかに優秀な才能を持っていても大衆の中にいては飲み込まれてしまう。それが現実だ。ふん、今まで隠れていたのも貴様自身が大衆に飲み込まれるのを恐れていたからじゃないのか。どうとでも言うがいい。報告します。シャアの艦隊が移動を開始しました。はい。待て、シャア。
その程度ではな。これ以上は時間の無駄というものだ。何を？私の艦隊は間もなくスイートウォーターへの移動を終える。もはや止めることはできん。今こうしたのは昔からのライバルである戦友でもあった君には直接伝えなければならないと感じたからだ。押しつけがましい。地球を潰すつもりなら俺はそれを阻止してみせる。結構。阻止できるものならしてみるのだ。周辺空域の安全が確認されました。本艦はこれよりロンデニオンへ向かいます。至急帰還してください。了解。報告します。軍司令部に通信が入っています。回線を回します。ロンデニオンへラーカイラム隊を派遣した。君にはそちらへ合流してもらう。しかしまた急ですね。何かあったのですか？君が接触したというシャアの艦隊のせいだ。報告を聞いたジョン・バウアーが恐れをなしてロンドベル増強に奔走したというわけだ。依存ないな。はっ。よろしい。では艦を移る準備を進めておきたまえ。緊急事態です。本艦周囲を不審な機体が取り囲み、次第にその数を増やしつつあります。モビルスーツ隊は本艦周囲の不審機を撃破してください。報告します。コンペイト方向に艦営。新手か？いえ、これは地球連邦軍の援軍です。ロンドベル機関ラーカイラムです。アムロ、聞こえるか？ブライトか？ああ、聞こえている。大丈夫か？俺は大丈夫だ。よく来てくれた。これより反抗に出る。援護を頼む。無茶するなよ。報告します。敵攻撃部隊の撃破に成功しました。俺はこのままラーカイラムと合流する。メラ、回収を頼む。了解しました。アムロとブライトたちは無事合流し、ロンドベル隊の再編が完了した。最高のニュータイプと歴戦の艦長が揃い踏み、対ネオジオン最強の布陣が敷かれ、戦いは次の舞台へと移ったのであった。シャアは本気で地球連邦と戦うつもりなのか？シャアは俺たちと一緒にティターンズと戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって本当に嫌気がさしたんだぜ。それは分かって、それで全てに決着をつける気になったんだよ。全て？ああ、俺との決着も含めた全てにさ。大変です。シャアがテレビに出演し、地球への直接攻撃を示唆しています。なんだと？シャアめ、地球連邦の上層部を脅すつもりだな。出なければ地球を潰す気だ。ですが、どうやって？それは分からんが、シャアはやるよ。だが奴がどんな手を使おうとも、その企みは阻止しなくてはならない。チェン、月へ行ってニューガンダムの建造を急がせてくれ。はい、良い知らせをお待ちください、アムロ。緊急事態です。ディフセルナ付近でネオジオンの艦隊が捕捉されました。ディフスか。なるほどな。隕石落としという手があったか。もはや時間はないが、何としても阻止しなくてはならん。それをやるのが俺たちロンドベルだ。フィフス・ルナ、スペースコロニー建造で用いられたかつての資源採掘惑星であるロンドベル隊は、フィフス・ルナへ向かうネオジオン艦隊を捕捉した。シャアの計画に気づいた彼らは、隕石落下を阻止するためフィフス・ルナへと急行する。地球の命運をかけた戦いの日々が切って落とされようとしていた。ラーカイラのアクリよりフィフスルナへ向け移動を開始します。モビルスーツ隊はフィフスルナが動き出す前に地表までたどり着き、核パルスエンジンを破壊してください。アムロ、あまり時間がない。フィフスルナの落下を阻止するんだ。報告します。フィフスルナの核パルスエンジン封印に成功しました。二度と悪用される恐れはありません。念のためフィフスルナの粉砕処理を連邦軍に手配します。
ネオジオン艦隊の動きはどうなっている？我々がフィフスに取り付いてから動きが止まりました。追撃は諦めたのようです。どうやら間に合ったようだな。よし、よくやった。だがシャアのことだ。これで終わりとは思えない。一刻も早くニューガンダムを受領し、奴らの切っ先を制しなければ。報告します。ネオジオン軍が撤退を開始しました。スイートウォーターへ向かうものと思われます。ニューガンダムが必要だ。月へ行く。うまくいけばスイートウォーターに入る前のシャアを叩ける。アムロはニューガンダムを受領するため月面都市フォンブラウンへと向かった。アナハイムの工場でニューガンダムを受領したアムロは機体に特殊な素材が用いられていることを聞かされる。サイコフレーム。パイロットの脳波を受信するサイコミを内包した画期的構造材である。その技術がシャアからもたらされたものであることなど、この時のアムロは知る由もなかった。アムロ、ラーカイラムから緊急通信です。シャアの第2波が現れた。俺にはロンドベルに祈祷しろ。出るんですか？ニューガンダムに火を入れる。まだ無理ですよ。命令だ。あ、はい。遅くなった、すまない。状況は？はい、ケイラが部隊の指揮を取っていますが、戦況は思わしくありません。以降の指揮をお願いします。了解。報告します。敵部隊が交代を開始しました。あの引き際鮮やかだな。なんだ、艦内が騒がしいな。どうした？先ほど救助した民間船に連邦宇宙軍の参謀次官が乗っていたそうです。アデナウアパラヤが。悪いが俺は構っていられない。休ませてもらう。了解しました。本艦は間もなくロンデニオンへ到着します。アムロたちはロンデニオンで休息を取っていた。だがそこで偶然にもシャアと出会ってしまう。己の主張をぶつけ合うアムロとシャア。お互い一歩も譲らず、死闘は永遠に続くとも思われたが、不意に均衡が破られる。シャアの思想に感化されたクエスがアムロへ銃を向けたのだ。シャアはクエスを連れ救援のモビルスーツに乗り込み、アムロの前から去っていく。遠ざかっていくその姿、アムロはただ見上げることしかできなかった。緊急事態です。このロンデニオンでシャアが連邦政府と会談。そうか、それでシャアは連邦政府はアプシズをネオジオンに渡すつもりです。アデナウア参謀次官、ネオジオンの武装解除に立ち寄りルナツーンに語りました。シャアに踊らされていることになぜ気づかないんだ。奴は次の隕石落としをやるつもりだ。すぐにアプシズへ向かうぞ。シャアの思い通りにさせるわけにはいかない。報告します。ニューガンダムへのフィンファンネル搭載が完了しました。報告します。海警監査局のカムランブルームより核弾頭が提供されました。受領した弾頭は核ミサイルとして隕石落とし阻止に投入します。報告します。ルナ2守備隊の反応が消失しました。ネオジオンの攻撃を受けたものと思われます。報告します。ルナ2を攻撃したネオジオン艦隊がスイートウォーターを出港した際のニュース映像を入手しました。しかし妙だな。何がです？ルナ2とロンデニオンから同時に艦隊が出ればアクシズにたどり着くのは俺たちの方が早いんだぜ。シャアがそんなバカなことをするのか。これだ。カメラはロングサイズでしか撮影していないし、方針もないように見える。ダミーだな。ということはシャアはアクシズについている。報告します。ルナ2艦隊の生き残りを保護しました。彼らの証言によればルナ2は
武装解除に応じると見せかけたネオジオン艦隊の奇襲を受け壊滅したとのことです。報告します。アクシズを射程圏内に捉えました。よし、総員第一戦闘配置だ。本艦はこれよりアクシズ空域に突入し核ミサイルを発射します。モビルスーツ隊はアクシズへ突入し核パルスエンジンとミサイル着弾の妨げとなる敵部隊を速やかに排除してください。総員艦隊戦用意。モビルスーツ隊の発進急げ。先行してヘイラ隊を発進させましたが苦戦しているようです。味方の被害拡大を防ぐためにも至急アクシズの核パルスエンジンを破壊してください。アクシズの核パルスエンジン全て稼働停止。アクシズ管制移動に入ります。やったか。アクシズ地球への落下軌道に乗らず。やりました。作戦は成功です。よし、攻撃は成功だ。敵モビルスーツを撃破してくれ。了解。世直しのこと知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが夢みたいな目標を持ってやるからいつも過激なことしかやらない。私は世直しなど考えていない。敵防衛部隊沈黙。アクシズの制圧に成功しました。我々の勝利です。報告します。アクシズ内部に敵兵士の姿は認められませんでした。すでにアクシズより脱したものと思われます。緊急事態です。ネオジオンがスイートウォーターで挙兵しました。艦隊を再編し最終防衛網を構築中のようです。どうやらここが奴の終着駅のようだな。望み通り決着をつけてやるぞ。シャー。ネオジオンをスイートウォーターへ追い詰めたロンドベル隊は徐々にその包囲網を狭めていく。一方、地球寒冷化作戦に失敗したネオジオンは残された全兵力をスイートウォーターへ結集し最終防衛網を構築しつつあった。両者に大義名分はすでに存在せず、地球人類の守護もスペースノイドの自治独立もこの戦いには関係しない。唯一残されているのは互いの因縁に終止符を打たんとする衝動のみであった。アムロとシャアの長きにわたる戦いで今終止符が打たれようとしていた。敵軍事拠点に侵入しました。攻略戦を開始します。スイートウォーターの制圧に成功しました。ネオジオン軍は滅亡です。そこまでだな、シャア。なぜこんなことをした。貴様なら地球潰しなどしなくても人類の導き手になれたものを。私はお前と互角に戦いたかっただけだ。そのためにこちらが開発したサイコフレームの技術も提供した。貴様がよくも舐めてくれたな。ああ、そう思うよ。しかしそれだけでもない。地球を汚染する怖さを償いたい気持ちもあった。それをアムロ、お前の力にかけたんだ。こうしていることも予定のうちだ。負け惜しみよ。断じて負け惜しみなどではない。どちらにせよこの先は予定にないことだ。だからこそアムロ、お前に伝えねばならないことがある。俺に。アムロ・レイはシャアとの戦いに勝利し、ついに彼を捕らえることに成功する。シャアという旗頭を失ったネオジオンは急速にその力を弱め、やがて連邦政府により完全に解体されることとなる。地球圏に静寂と平和が戻ったのだ。だが戦いの傷跡は大きく、有事に対応できなかった地球連邦軍の体質は変わっていない。長年にわたる因縁に終止符を打ったアムロ・レイは地球連邦軍を内部から改革するため
第一線を退き召喚への道を志す。腐敗した連邦軍を正すのは容易ではない。アムロの前には長く険しい道のりが待ち受けている。だが人類がニュータイプとして変われると確信するアムロは立ち止まることはないであろう。